アルトゥール・シュミットはドイツの軍人。最終階級は陸軍中将。第二次世界大戦中にフリードリヒ・パウルス将軍率いる第六軍の参謀長としてスターリングラード攻防戦に従軍したことで知られる。第六軍の崩壊が始まり、事実上の司令官となった段階になっても、なお彼はアドルフ・ヒトラーから与えられた死守命令を全うしようと努めた。 シュミットは1914年8月10日にプロイ戦陸軍へ志願入隊し、1915年5月8日までに注意となる。第一次世界大戦中はドイツ領南西アフリカ戦線で戦い、戦後はドイツ義勇軍に参加した。1920年頃にはバイエルンで警察官を務め、ナチスドイツによる再軍備がなされた後、 解組されたドイツ国防軍の陸軍に復帰した。シュミットは第5軍や第18軍の作戦参謀など陸軍の様々な役職を歴任した。1940年10月25日には第5軍参謀長に就任し、1942年3月25日には陸軍総司令部付の待機司令官となる。1942年1月26日、 ドイツ十字賞金賞を受賞。1942年5月15日、第二次ハリコフ攻防戦におけるセミョンチモシェンコ、元帥への反撃の後、シュミットはフェルディナントハイム大佐と交代する形で、パウルス将軍率いる第六軍の参謀長に任命された。イギリスの歴史家アントニー・ビーバーはシュミットについて、次のように表した。 ハンブルクの承認一家からやってきた送信の男は、鋭い顔つきと鋭い弁舌を備えた参謀将校だった。シュミットは、第六軍司令部内にも支持者が多く、そうした後ろ盾があったため、自らの能力に相当な自信を持っていた。パウルスは、彼の判断に大きく依存することとなり、結果的に彼は戦争の推移にも関わる、重大な役割をしばしば果たすこととなった。 法以下の第6軍第6軍の情報将校フリードリヒ・フランツニー・マイヤー中佐は何度も厳しい、戦況の推移を伝えていたものの、シュミットは対戦初期の快進撃に縛られており、スターリングラードにおける赤軍の規模や能力に対する過小評価を断固として改めようとしなかった。ただし、パウルスとは異なり、自己言語を図ろうとはしなかったという。 1942年6月30日、ヒトラーは相当命令で他の数軸国軍と連絡を取り合うことを禁じていたが、シュミットはゲルハルトシュテック中尉をスターリングラード北西のルーマニア軍に伝令として派遣し連絡を試みた。しかし、ルーマニア軍はしばしばソ連軍集結に関する誤報を発信していたため、11月19日午前5時の ウラヌス作戦発動間近の通報も当初誤報として扱われた。就寝中だったシュミットには通報を20分後まで報告がなされず、彼は目が覚めるなり激怒したという。パウルスとシュミットの第6軍は11月21日に法以下に置かれた。文書及び物資を焼却処分した上でゴルビンスクの司令部を放棄し、ニジネチルスカヤに移動した。ヒトラーは 第六軍に対して、包囲は一時的なものである。引き続き死守せよという旨の命令を下す。11月22日、ニジネチルスカヤにてシュミットは、第八航空軍団司令官、マルティン・フィービッヒ大将に、第六軍は空輸による補給が必要だと伝えたが、フィービッヒ大将は、今やドイツ空軍は十分な航空機を有していないと、答えた。その日の午後、シュミットとパウルス、 ヘルマン・ホト大将とボルフガング・ピッケルとト少将によって会議が開かれた。シュミットは我々が逃れるにはドイツ空軍による空輸で燃料と弾薬を得なければならないと切り出した。しかしこれが不可能であることを認め、よって1万人以上の負傷者と重火器及び車両をここに放棄しなければならない。我らはナポレオンの後を追うと続けた。第六軍はシュミットの命令で ハリネズミ防御と呼ばれる防衛戦術を採用していたが、これは全周囲に対して重心防御を行うというものである。そのため、第6軍では各種物資が徐々に欠乏し始めており、すでに群馬も食料に数えられつつあった。この会議の間、パウルスはほとんど黙りこくって、ただただシュミットに同意を示していたという。11月22日午後、シュミットとパウルスは、 グマーラクの新たな第六軍司令部に移動した。ソ連包囲軍では22日夜にパウルスからヒトラーに当てた通信を傍受している。シュミットとパウルスはついにヒトラーによる死守命令に反して南部へ脱出することが好ましいと同意し突破脱出の作戦立案に移った。しかし11月24日、第六軍へ死守を求める相当命令が第六軍の上級部隊である。 ドン軍集団を通じて届けられた。11月24日、早朝、パウルスと私が南部への脱出のために必要な措置を講じている最中、軍集団から相当命令が届く。これは、つまり、第6軍はスターリングラードを引き続き死守し、救援を待てといった命令である。我々はすっかり驚いてしまった。というのも、軍集団との会議で彼らは脱出作戦に、 一定の理解を示しており、我々は軍集団による命令の変更を期待していたのだから、パウルスと私はそれぞれ同じ結論に達した。すなわち、現在の最高司令部を呼び、軍集団に従うことは、もはや不可能なのだと。結局、第6軍に突破を図る余力は残されていなかったこともあり、パウルスとシュミットは引き続き方位下での自給を決断した。この命令が、 第6軍の運命を決定づけた。司令部で決定が下された。直後の11月25日、第51軍団長、バルター・ホン・ザイトリッツ・クルツバッハ砲兵大将が、パウルスへ向けて、脱出計画の詳細を記した覚書を届けており、シュミットは次のように述べている。我々はもはや相当の考えを変える必要はなく、また、ザイトリッツ将軍は、 パウルス将軍の考え方を変えさせなければならなくなった。12月11日、第6軍の脱出を援護するために、冬の嵐作戦が発動され、ホト将軍の総攻軍団が包囲の突破を図った。12月19日、マンシュタイン元帥の元から派遣された、情報将校アイスマン少佐が、第6軍司令部にて、ドンナーシュラーク作戦についてのブリーフィングを行った。これは、 ホト総工軍団の構成に交往し、第六軍が内側から包囲を突破し、脱出及び軍集団との合流を目指すというもので、ドン軍集団が立案したもののヒトラーには拒否されていた。しかし、パウルスとシュミットは相当命令に違反することを拒み、包囲下に止まることを選んだ。マンシュタインは回顧録の中で、シュミットはパウルスよりも強い発言力を持ち、 脱出が不要という結論は彼の判断によって下されたのだと知るし、彼らは第六軍が自給さえすれば最高司令部と軍集団が補給を行ってくれると信じていったのだと推測している。どんなシュラーク作戦に対する第六軍の姿勢を決定づけたのは参謀長の意見であった。そうして結局は脱出が不可能であることとスターリングラードにおける。 幸福が相当命令で禁じられていることをパウルスが認めてしまい、会議は終わってしまった。やがてソ連軍に増援が到着し、冬の嵐作戦は12月26日までに中止された。ケッセルの司令官ソビエト赤軍が捕虜となったドイツ将校をどう扱うのか聞かされたパウルスは、戦況悪化に伴い心身ともに衰弱し、次第にシュミットが 軍司令官の職務や権限を兼ねるようになってゆく。ビーバーは次のように記している。包囲戦の最中、パウルスは司令部と呼ばれる牢獄に囚われ、参謀長と呼ばれる監視に監視されているのだと思い込んでいた。他の将校によるシュミットがパウルスと同等の権限で軍を指揮していたという証言を得ていたこともあり、ニコライダ・ヤトリアンコはシュミットこそが第六軍における ナチ党の目と手であったと確信した。別の歴史家、サミュエル・ミッチャムも同じ見解を示している。スターリングラードの戦況悪化に伴い、パウルスは自信を喪失し、彼と第六軍は参謀長の判断にすっかり依存してしまったのだ。こうしてアルテュール・シュミットはドイツのための戦いを事実上指揮する立場となったのである。 シュミットは卓越した戦術スキルや大胆不的な性質を備えた将校ではなく、むしろ頑固な楽観主義者で執念深く、疑問もなく、上官に従う愚直な将校であった。パウルスとシュミットのこうした性格は、法以下に置かれたスターリングラードの守備隊にとって致命的だった。パウルスはソビエト側と交渉しないと決定していた。 例えば1943年1月8日と9日には、パウルスの副官ビルヘルム・アダム大佐が軍師として、ソ連側軍師、ダヤトリアンコ大尉の下へ送られている。パウルスは、この命令を発したことを否定しており、シュミットが命令を下したものと考えられている。ハンス・バレンティーン、フーベ将軍がヒトラーからの連絡を携え、スターリングラードにおける、 数軸軍主力が集結したケッセルを訪問したとき、第六軍司令部では、シュミットの立場が、すっかり強化されていた。この頃になると、すでにシュミットは、パウルス以上の権限を有していた。これはシュミットが根からのナチ党員であったこと、またパウルスは、第六軍の参上と自分の責任を自覚しており、相当をなだめるためにはシュミットが最適と考えて、いたからである。 ポイス及びランガーラは次のように記している。シュミット参謀長はスターリングラードにおける最後の強心的な地頭院であった。パウルスにとってはヒトラーの権ンであり、また彼こそがスターリングラードにおけるヒトラーであった。彼は上官の分身としてイデオロギーの下で戦った。12月中旬以降、すべての幻想が消えうせ、法以下の 第六軍将兵が植え続ける中でも、シュミットは訪問者に対して馬鹿げた作戦を語っていて、パウルスは一切異論を挟まなかった。1943年1月6日、ヒトラーはシュミットに騎士十字章を与えた。同日、パウルスはクルトザイツラー将軍に次のような通信を行った。1月17日、シュミットは中将に昇進。1月19日、 グマーラク飛行場の状況を視察するべく、第8航空軍団から、ティール少佐が派遣された。彼がすでに十分な補給を遂行しうる状況にないと、判断した旨をパウルスとシュミットに報告したところ、パウルスは、空軍が第6軍への物資空輸を受け負っていたことを理由に、これを非難した。君は想像できるか兵士が、軍馬の死体を食べていることを、その頭を切り分け、 生の脳みそをむさぼり食っていることを、また、シュミットも、その非難に続いた。どうにも、君の言葉は、空軍のやり方を正当化しているように聞こえるが、空軍はドイツ歴史史上最大の裏切りを犯したのだぞ。我が軍は、我が偉大なる、第六軍は、そうやって、犬のようなようで、振る舞わねばならないのだ。その後、シュミットとパウルスは、 赤の広場にほど近いウニベルマーク百貨店の前に司令部を移動した。1月30日夜、第6軍司令部は、我が兵士は、最後に国家を聞いて、祖国ドイツに敬礼したと発信したが、ビーバーによれば、この通信は、パウルスではなく、シュミットが行った可能性が高いという。1月31日、第6軍司令部の守備隊が投稿する。シュミットは、 第64軍司令官、ミハイル・ステファノ・ビチ・シュミロフ将軍が派遣した軍師と降伏条件について話し合い、その間パウルスは隣の部屋で待たされていたという。これがパウルスが降伏という不名誉から少しでも遠ざかろうとした結果なのか、あるいはパウルスの神経が衰弱していたためなのかは議論が分かれている。シュミットは、 パウルスやアダム大佐と共にザバルキノのドン正面、軍司令部に連行され、尋問を受けた。ソ連軍の将校が自殺用の刃物などを所持していないかパウルスの手荷物を検査しようとしたとき、シュミットはドイツの元帥がハサミで自殺などするものかと鋭く言い放ったという。尋問に先立ち、パウルスがシュミットにどうするべきかと相談すると、シュミットは君は自分が ドイツの元帥だと思い出すべきだと応じた。ソビエート側の尋問記録によれば、彼らは親しい間柄で使われる呼びかけの呪で呼び合っていたという。ただし、第六軍司令部付商工だった便利比、米タイは彼らの関係を考えると考えがたいことだと語っている。ザバルキノに交流されたドイツ軍高級商工のうち、シュミットは最もソ連当局に嫌われる商工であった。 例えば、彼は、昼食時に突然泣き出して、食堂混乱に陥れ、ソ連軍のボガモロフ中尉はこのために、ウェイトレスに謝罪までさせられている。内務人民委員部はドイツ将校らを懐柔するべく、護送には高級客車を用い、さらに、シャンパンとキャビアを供していたが、後に、ドイツ将校同盟を編成し、反ナチ運動に転じた、パウルスやフォンザイドリッツらとは異なり、 シュミットは一貫してソ連への協力を拒否し続けたのである。NKVD はシュミットの行動がパウルスらのようにもっか協力的なドイツ将校の態度にも悪影響を与えると考え、バルター・ハイッツ将軍のような反抗的な将校らと共にボイコボの第48収容所へ送った。マンシュタイン将軍は頑固なシュミットの悲劇は 彼がスターリングラードに派遣されたことだと述べた。彼は、囚われた後にもそれまでと同じように振る舞い、捕虜たちの信用を得たのだ。そう判断し得る理由は、多々あるが、例えば彼は、兵士として、戦友として、賞賛に値する弁明を行い、そのために25年間の強制労働を宣告されたとのことだ。ボイコボの収容所を出た後、シュミットは、 ルビアンカ収容所に送られた。そして1955年、コンラート・アデナウアー西ドイツ首相のモスクワ訪問の際、このルビアンカ収容所に収容されていたシュミットを含む多くの高級商工が解放されたのである。釈放後は、西ドイツのバイ・エルン州に暮らし、オット・エルン・ストレーマー元少将らが設立したドイツ、社会主義帝国党やドイツ国家民主党などの右派政党に所属した。 1987年11月5日にカールスルーエで死去するまでハンナチ運動に転じた将校を激しく非難し続けた。ありがとうございます。